はい、フリースタイルサップジャパンチャンネルご覧になっていただきましてありがとうございます。今回はハウトゥーをねまたやっていきたいと思うんですけど、今回のハウトゥーはスイープターン、ピボットターンについてねちょっと詳しくやっていきたいと思いますのでお願いします。で、スイープターン、ピボットターンですけど、どういうものか説明したいと思います。はい、まずスイープターン、ピボットターン、まあ両方同じ言い方なんですけども、まあどちらでも使えるかなと思います。スイープターン、スイープをしてターンする、まあ、ピボットターンって言って、板をピボットさせてターンするっていう意味、まあ同じこと動作なんですけども、呼び方、まあ、スイープターンとかピボットターンとか。あとレースやってる人は V ターンとか言ったりしますね。 V のところをターンしていく、まあ、ちょっとあのレースのやり方とはちょっと違うと思うんですけれども、フリースタイルの場合はね、その場でくるんと進行方向変えるっていうようなターンになりますのでお願いします。感じ的にはノーズリフトのハウトゥーでもやったように、まあ、進行方向に対して、はい、前回、今回も出ましたね、はい、フリースタイルサップジャパンのオリジナルボードです、はい、こちらでやっていきたいと思うんですけど、ボード進行方向に対して進む方ノーズ、後ろの方テールって言いますね、はい、こっちがノーズでこっちがテールです。で、進行方向に対して、まあ、どちらでもいいんですけど、最初やる方やるときはテールに乗った方がいいですね。テールに乗ってノーズを上げて、でそこでターンをしていくっていう感じになります。でなぜ後ろに乗るかというと、後ろに行った方が旋回能力が高くなるので、後ろに乗ってで、板を速くターンさせるっていう感じになります。中央に乗ってやると旋回能力があんまり高くないので、ゆっくり動くような感じになりますね。プラス、真ん中に乗ってたりするとターン自体は円を大きく描くように回っていくような感じになります。はい、まあ、実際物理的に考えて後ろに乗って前を上げて後ろを支点に回るっていう形になるので、その方がその場でくるっと回れるかなっていう感じですね。このスイープターン、ピボットターンなんですけど、回る方向、右と左とあります。左回り、右回りっていう感じであるんですけど、まあ、ノーズリフトでやったようにまず、サイドスタンスになる。でサイドスタンスになった状態から後ろに進むバックステップね、はい、でここから足の位置 と、フォームとパドルの使い方ですね。あとここにスイープターンになると、板を回転させるのでリーンのコントロールが重要になります。リーンのコントロールは、後ほど説明するんですけども、かなり重要なので覚えておいてもらえればと思いますのでお願いします。はい、ということで、一つずつね説明していきたいと思うんですけどもね、まあ、ノーズリフトの、説明でもあったように、パラレルスタンスからサイドスタンスになってバックステップするんですけど、ノーズリフトの方でもねやってるので、そちらも見ていただければなと思います。軽く、ね、説明していきたいと思うんですけども、まずねパラレルスタンスになった状態から足をピボットさせてスタンス狭くします。この状態から、後ろに来る方の足とは逆の足、前に来る方の足を絞って中央を踏んで、後ろに来る足を後ろに出しますね。この状態でサイドスタンス、ここから前の足を後ろにちょっと出してキックの位置まで足が来るようにします。はい、ここはノーズリフトと一緒ですね。段階的には一緒です。はい、あとは、まあ、ノーズリフトの時にも説明したんですけども、重心の位置、後ろまで行った時に後ろに最初乗せないでください。もう乗せると上がっちゃう板とかもあるので、中央もしくは最初ね左足、前足に重心かけるようにしといてください。この状態でバランスをとってやってきます。でフォームなんですけども、フォームもね、ノーズリフトとほぼ同じです。はい、ちょっと上半身前に向けた方がいいです。ただ足の向き、スイープターン、ピボットターンをやるだけであれば、足の向きはつま先ノーズリフトに、あまり向けなくてもいいのかなと思います。ちょっと横向きの方がやりやすいです。これなぜかというと、リンをコントロールさせたいので、つま先とかかとね、こうバランスをつま先かかとどっちかにかけれるようにしておいた方がやりやすいので、ちょっと横向きの方がやりやすいと思います。上半身を前に向けていた方がやりやすいかなと思います。はい、でこの状態がセットできたら、次パドルね、パドルももう焦げる状態で持っていきましょう。僕はレギュラースタンスなんで右こぎですね。はい、前も言ったように右手がシャフト、左手グリップでこの状態でこげる状態にしておきましょう。はい、で、重心中央のまま、そのままこいでいきます。こいでいきます。はい、でスイープターンっていうのは、スイープというこぎ方を、スイープストロークというこぎ方をします。
はい、なのでスイープターンとか言うんですけども、スイープストロークっていうのは自分の周りを円を描くように吐くように漕ぐ。スイープって吐くっていう意味ですね、英語でね。なので自分の周りを水面を吐くようにパドルで水を漕いでいきます、はい、こうすると回ってきます。でこのスイープターン前から後ろにやると回る方向左側に板が回ってきます、はいね、前から後ろと左に回ってきます。逆に右に回りたいなと思ったらバックスイープをします。バックスイープ、バックスイープはパドルを自分の後ろに沈めてそこからまた円を描くように今度はノーズ方向に向かって漕いでいきます。スイープしていきます。はい、ああ飛行機が近いですねはい、ということで今飛行機、おーすごいね、あこっちからも来てます。あーすごいすごいあのここ元栖湖なんですけど、自衛隊の、あの飛行機はね訓練で結構来たりしますね。で結構ギリギリ飛んでるので、あの初めての人結構びっくりするかなと思いますね。墜落するんじゃないかなとかね。はい、じゃあそのまま行きますけども、バックスイープの場合は後ろにパドル回して漕いでいきます。でこの時バックスイープの時は背面で漕ぐような形がいいです、はい、これ逆にしたりすると難しい漕ぎ方になっちゃうので、最初は後ろ背面で水を捉えるような形でここに入れてパドルの向き、こっちがパワーフェイスの方ですね、はい、背面で捉えてそのまま回していくっていう感じです。スイープターンなんですけど、漕ぐ方向が自分の周りを漕ぐように漕ぐのでパドルの向きが重要です。フォワードストロークするときは向きこのような向きで漕ぐんですけど、今度回す方向が自分の周りなのでこのパドルの向きを漕ぐ方向に対して垂直にします。この状態で水をキャッチして漕げるようにしましょう。はい、いいですかね。で反対もバックスイープも一緒ですね。ちゃんと漕ぐ方向に対して垂直になってそのまま漕ぐような感じ、水を捉えながら漕いでください。はい、はい、でここ漕ぐと回っていくんですけども、この時の注意点、注意点、回る方向に対してボードのリーンをコントロールしてください。リーンっていうのはボードの横揺れですね、横の揺れ、これをコントロールします。左回り、スイープターンで左回りにするときはつま先側に少しリンをかけてください。かけます、はい、これなぜかけるかというと回っていく方向に対してこのボードの横レールの部分ですね、これが水に食われて回転が妨げられます。なのでつま先側を少し上げといて、下げといてかかと側を上げて回した方が水の抵抗を受けづらいので綺麗に回ります、はい、逆回るときはもちろん逆ですね、はい、今度は回したときにつま先側を上げる、かかと側を下げていくような形で漕いでいくといいです。そうするとつま先側で水が食われないので回りやすいですね、はい、これはちょっと心がけてもらって、やった方がいいと思います。ただこれまあコツがいくつかあって、これも全部説明するとねすごく長くなっちゃうので、詳しく聞きたい方ははい毎度のねレッスンに入っていただければと、レッスンでね直接聞いていただければと思います。軽く言っとくと、漕ぎ出した時の力と漕いでる時の力、漕ぎ終わった時の力変わるので、それがどういう風に力をかけるかっていうのはね、その時こうレッスンとかで詳しく説明できればなと思います、基本的にはレールをねこう操作できるようにはしといてください。でその時のレールの操作なんですけど、基本的には僕前足でやります。前足、後ろ足もかけるんですけども、前足ねさっき言ったようにこうちょっと横向けにしてます、はい、でこのままスイープターンするとき、左回りするときはつま先側の方に力入れます。かかとちょっと浮いてるような状態、こういう状態ですね、はい、こういう状態で漕いでいきます、はい、で逆に反対側回るときはつま先側を上げてかかと側に体重かけた状態で回して、こっちで回します、はい、この足のつま先かかとというのを、ね、覚えておいてもらえるとやりやすいかなと思いますのでね、お願いします。でちなみにこれボードによっても違うので、何もしなくてもできるボードも結構あります。ロッカーがついてたりとか、あとは、ちょっと太めの板だったりするとスイープターンやりやすいので、そこまで気にしなくてもできると思うんですけど、こういう細い板だとか下がフラットになってる板っていうのは、食われやすいので、それはすごく気にした方がいいかなと思いますね。あとは
コツとしては、まあ、スイープターンで自分の周りを円を描くようにって最初教わると思います。円を描くように漕ぐって教わると思うんですけど、ちょっと若干漕ぎ方はね、僕は違います。違うというか自分なりのコツなんですけど、入れた位置から例えばスイープターンをしようと思った時は一回外にグッと出します。はい、出してテール方向の後ろに向かって漕ぐようなイメージですね。はい、なので完全に円を描くっていうよりもグッと漕いで漕ぐ、2段階で漕ぐみたいなイメージでやってます。はい、ちょっと三角形に似てる感じかな。はい、っていう感じです。で逆に後ろバックスイープの場合はここから円を描いていって力強く漕ぎたくなった時にこのパドルの向き変えます。途中でパワーフェースの方に入れ替えてそこからノーズ方向に対してグッと漕ぎます。そうするとここのここまで少し回ってきた力をここで変えて一気に力強く漕ぎたい時はこう変えてノーズ方向に入れるとそこからグンって一気に回ってきますね。はい、まあ、ゆっくり回した時はそのままバックスイープターンといったと思います。早く漕ぎたいなと思ったらバックスイープで少し動き出したらフェース変えてグッと漕ぐようなイメージでやると一気にバンバンってきますね。はい、あとはもう一つコツがあって、だいたい今漕ぐっていうとやっぱ漕ぐっていうイメージなので手を使って上半身使ってグッて漕ぐっていうイメージになるんですけど、最初はまあそういう形になってきちゃうと思います。どうしてもただやっていくうちに分かってくると思うんですけども、入れたパドルを入れた位置に対して体をこう回していくイメージでやるとやりやすいと思います。視点が自分の足とパドル、まあ、2点になっちゃうんですけど、ここから上半身をこう回していくイメージ、ここに力を入れといて水をキャッチしたら上半身を回していくと同時に下半身もグッと回し込むイメージです。はい、漕ぐというよりも入れた位置をなるべく、まあ、動かさないってわけじゃないですけども、手で動かすっていうよりも入れた位置を固定して上半身下半身で回していくっていうイメージですね。反対も一緒です。入れた位置に対して上半身を回していく、下半身を回していく、腰を回していくってイメージですよね。でグッと回していくと結構回ります。ただこの時に注意してほしいのはちゃんと水をキャッチしてないとできないので、キャッチして少し漕ぎ始めてから力が入ってきたらグッと取れば回していくっていうイメージでやると非常に回りやすいかなと思いますのでね、という形で今度は湖の方でやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、ということでね、今湖の方に来たんですけど、ここからでもさっきやってたやつを水の上でやっていきたいと思います。はい、まずはサイドスタンスに、ね、なりますね。スタンス狭くし足絞って後ろ足、はい、これだけですね。まずサイドスタンス、はい、ここからバックステップ1、2で届くところで OK です。はい、でここからこけるような体勢を作っておいてもらって、足の位置は、まあ、ノーズ方向に完全に向けないで少し斜め前という感じですね。はい、この状態でまずスイープストロークをしますね。スイープストロークは自分の周り円を描くこくので、このこぎ方をするとスイープターンになります。はい、でこの時の重心の位置は必ず最初真ん中もしくはちょっと前に置いておいてください。後ろに乗っちゃうとね、ちょっと曲がっちゃうので、最初は、そんなに前、どうぞ上げなくても大丈夫です。ちょっと上がってる状態でね、やってもらえればと思います。はい、でこの状態から、じゃあスイープターン、パドル、水のところに入れて、ここから上半身、下半身を回していきますね。こういう感じ。ここの時というのは、自分はね、こう、回転方向に食われないように、ちょっとわざと食われるように回したいと思うんですけど、行きます。分かりましたかね、ちょっと食われました。でつま先方向にちょっと体重をかけて回すと筋膜下骨なので、はい、回りやすいですね。 OK って感じでやります。で慣れてきたら少し上げて足の位置少し後ろに下げて重心の位置も少し下げて、で反対バックスイープ、バックスイープはこのままパドル後ろに入れて、この状態からこっち側方向に回します。
はい、今も分かったと思うんですけど、リンゴ少しかかと側にかけてます、リンゴね。でこれつま先側にかけると割れて回らないです、回らないです。はい、これを僕の場合はつま先側を上げて漕ぎますね。まあ漕ぎ出しの時はまたかけてないです感じですね。で結構ね、回るには多分すぐ回ると思います、簡単に回ると思います。ここから漕ぎ切った時にバランスをとって元の位置に戻る、もしくはもう一回漕ぎ始めるとこをちょっと注意してもらった方がいいかなと思います。フレークターンであればこのパドル操作特に注意してください。回し込んだらパドル後ろに回る状態になるので、ここからもう一回漕ぎたければパドル上の方にもう一回戻して漕ぎ出す、右回転で戻って同じ位置に入れて漕ぎ出す、まあ、右回転で軽く説明しておきますけど、パドル漕いでる時と漕いでない時の、バランスのかけ方は変わってくるので、それだけちょっと注意してください。ここでは言わないですけど、ね、って感じですね。はい、で回り切った時のリカバリーなんですけど、僕も結構落ちたりする時あります。こう回しててバランス崩したらここでプレス、回り切ったところでバックのローブレースを打つと一番バランス取りやすいです。今のかかと側にバランス崩したときですね、回していってかかと側にバランス崩したときはつま先側に崩したときはパドルが今後ろに向いてるんで大変なんですけど、前に戻して前のローブ、フロントのブレースを打ちます。もしくはサークルブレースって言って分かりますかね、パドルを自分の周り円を描きながらスイープターンに似てるんですけど、こういう感じで水面をこう撫でながらバランスを取ってですね。これも使えます。サークルのブレースはまた後ほどいつか説明できればなと思います。感じ的には、はい、で反対にバックスイープをした時はバランス崩したらつま先があったらここで入って捉えてもいいですね、はい、そのままノーブレースで、まあ、もちろんかかと側に崩しちゃったらパドル回して反対側にパドルのロープです。ってますね、パドル操作もどこでもパドル自分の行きたい方向に行けるようにねしとくといいです、はい、ちょっとやってみたいと思います。バランス崩しちゃったらここでバックのローブレース、ね、次にバックの場合はでバランス崩したらバックとかつま先側にバランス崩しちゃったらここで捉えてブレースです。ブレースというかもう捉えてここでコントロールする感じですね。漕ぎ方で、ちょっと軽く説明したんですけど、周り円を描くようにしたんですけど、入れて下半身と上半身ひねった方がいいですよっていう感じね。まず何もやらない手漕ぎだけでちょっと やってみたいと思います。手漕ぎだけで、で下半身入れた位置もパドル入れた位置をそのままになるべくして下半身と上半身動かしていく感じで行きたいと思います。違い分かりますか？って感じですね。反対側、反対側も一緒ですね。入れた位置から下半身特に入れていきます。って感じ。今のでも結構回るんですけど、バックスイープの時は僕よくやるのがここからパドルに入れ替えて
カーブして伸びて、これやるとすごく速くサイズ回ります。はい、今ちょっと食われちゃったんですけど、こういう感じでね、最後のここのポイント、こんな感じでね、スイープターン、ピボットターン、コツとしてはそんな感じかなっていうね、説明をハウトゥーをさせていただきました。これからもね、ハウトゥーちょっとちょこちょこいろんな技出していきたいと思うので、ぜひ見てください。はい、ということでね、ありがとうございました。